めっちゃ回り出した。はいどうも、KD チャンネルの K です。今日はディズニーシーの全アトラクション1日で乗れるか、ちょっと個人企画でやってみました。に自分の好きな回り方とファストパスの取り方とかやってみるので、よかったら最後までご視聴ください。それではどうぞ。現在朝8時、開園したばかりです。で、基本的にはみんなやっぱりアメリカンウォーターフロントとか、なんて言うんだろう、右回り、左回りか、右回りだね、右回りで進んでいくと思うんですけど、個人的にはやっぱりファストパス奥の方が空いてるので、そちらから撮っていこうかなと思います。スターオブジアス8時50分だったので、5分待ち、すごいね、空いてるね、撮っていこうかなと思います。で、さっきも言ったんですけど、センターオブジアスのファストパス撮りました。で、このファストパスのルールっていうのは知ってる人は知ってると思うんですけど、あの2時間より超えてたら次のファストパスの発見って2時間後になるんですけど、2時間より前だったら、まあ、例えばこれだったら8時なので50分なので、2時間より前なので、この8時50分になったらファストパス発見できるので、まあ、それを狙ってトイマニを次は取ろうかなと思います。トイマニはあのファストパスに並ぶのに30分くらい無駄に時間がかかったりするから、あまりおすすめはしないです。で、そのやっぱり空いてるファストパスから朝は早く取って奥を攻めた方がいいと思います。こんな感じです。朝の8時の20分ぐらいのマーメイドラグーンとアラビアン、本当にガラガラです。5分前後ですか。5分前後でした。今8時だいたい10分ぐらいかな、15分ぐらいで、まあ、やっぱり奥なので空いてはいるので、回転率の悪いアトラクションから乗っていこうかなと思います。あと個人的にファストパス取る順番的に言えば、どうしてもやっぱり乗りたいんだったらトイストーリーマニアかってところですかね。あとはやっぱり回転率のいいタワーオブテラーとかシーライダーはスタンバイで乗った方が僕はいいかなと思います。まああまり回転率の良くないジャスミン のフライングカーペットに乗っていこうかなと思います。ジャスミンのフライングカーペット5分待ちでした。やっぱり結構奥の方が空いてるので、奥から攻めていった方がよりアトラクションには多く乗れるかなと思います。インディージョーンズも5分待ちなので、このまま乗っていこうかなと思います。時間が8時50分過ぎたので、トイマニのところへ向かおうと思います。で、それでエレクトリックレールウェイズの電車に乗って行こうかなと思います。何分待ちですか。5分前後、はい、5分前後で行きます。いただきありがとうございます。安全のため走行中は立ち上がらないようにお願いします。それではオートディスカバリーからアメリカのウォーターフロントの活気あふれる街ニューヨークへの旅をお楽しみください。はい、今トイマニ撮れました。こうやって結構閉園間際になるけど、あの撮ることできるので、やっぱり最初に奥に攻めた方が僕はいいかなと思います。これが土曜日とかだったらまた話が変わってくるんですけど、どうしてもトイマに乗りたいって方はやっぱりあの朝一の長蛇の列に並んだ方が自分はいいかなと思います。じゃあ今からセンターオブジアスのファストパス使ってこようかと思います。今からセンターオブジアースのファストパスの時間なので乗っていこうと思います。5分待ちなので乗っていきます。スカットルのスクーター5分待ちです。それではすごい、お楽しみください。めっちゃ回り出した。
20分待ちみたいなので乗っていこうかなと思います。何分待ちですか？今15分前後で。15分前後、ありがとうございます。ジーニーのマジックランプシアター15分前後なので入っていこうかなと思います。アクアトピア20分待ちでした。今から乗っていきます。タワーオブテラーのファストパス取っていきます。タートルトーク25分みたいなので入っていきます。今タートルトーク終わりました。で、今から12時なのでアトラクションこれからどんどん乗っていこうかなと思います。で、12時というかみんなレストランに集中しちゃってレストランが今度混み出すんで、その間にアトラクション乗って2時ぐらいにご飯食べようかなと思います。その間食べ歩きフードとかでちょっと食べていこうかなと思います。今レオナルドチャレンジのアトラクション終わりました。だいたい20分ぐらいだったかな。一回お盆の動画でやってるんでやっぱりちょっとコツはつかめました。で、今からニモのファストパス取ってくるのと、あのティコトルタ紫芋味買ってみました。美味しいです。マーメイドラグーンに着きました。ここのアトラクションほとんど乗ってないからね、早く乗らないと。今からマーメイドラグーンシアターに乗ってこようかなと思います。25分待ちなので乗ってきます。15分から20分待ちみたいなので乗っていこうかなと思います。マーメイドラグーンはすごいもう混んでるね。回転率の悪いアトラクション多いしね。ワールプール20分待ちでした。すごい、わお待ち時間ないんですけど、こういうアトラクションもただ高さがあったりとかするアトラクションですね。待ち時間0分でした。よいしょよいしょ。結構景色はいいです。ビッグシティビークで乗りました。5分待ちですね。アメリカンウォーターフロントを一周するアトラクションです。今からタワーオブテラー乗ってきます。ドバッと乗ってきます。今からニモ&フレンズシーライダー乗ってきます。はい、今からトイストーリーマニア最後のファストパス乗っていこうかなと思います。ということでディズニーシーの全アトラクションを1日で乗ってみました。この日は平日の結構混雑してた日で、トイマニだったら120分、タワテラは90から100分とか、まあまあ混んでましたけど、土日でもね、多分ディズニーシーはアトラクション少ないので1日で回れるかなって自分は思います。あとはやっぱりファストパスの取る順番が大事かなと思います。やっぱりあの朝一のアメフロにいるのは僕あんまりおすすめはしないですね。やっぱりあのトイマニの列ってすっごい最初の朝一で40分50分とかかかる場合ってあるじゃないですか。それするんだったらやっぱり最初に他のファストパス取って、まあ、平日だったら取れる確率高いんだけど2番目にトイマニに行く、それが自分が
た好きなパターンですね。個人的に今日は、まあ、初めて乗って楽しかったアトラクションはスカットルのスクーター、すっごい揺れてあれ楽しかったです。あとはジュンピンジェリーフィッシュ、あの貝殻に乗ってぐるぐる回るやつ、スタージェットの高いところのやつとか、まあ、低いバージョンでまあぐるぐる回っていて、あれも楽しかったですね。次は混雑してる土日で動画とかちょっとできたらなと思います。回れるかちょっと不安ですけど、やってみようかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は高評価ボタンと下のチャンネル登録よかったらお願いします。 Twitter と Instagram もやってるので、よかったらフォローお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は右のチャンネル登録のボタンお願いします。左は最新の動画になっているので、よかったらチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。